君は時の涙を見る。はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、ガンダムですね。はい、こちらのグッズを紹介したいと思います。バン、はい、ガンダムコンバージ、はい、こちらのねガンダムコンバージでもプラスって書いてあるんですよね。プラス03ね、普通のガンダムコンバージよりね高いっすね。一つが1000円近くしましたね。こんなん出てたんですね。全然気づかなかったけど、多分それの一番新しいやつですかこれ。それをね、全種じゃないんですよね。はい、4種類、全種類は1種類だけね、このねこれだけ買ってないですね。これはちょっとねキャラ的に、あんま好きじゃなかったんで、はい、なのでねそれを抜いたこの4つを買いました。はい、でそれプラス今今日からですね、金曜日、はい、本日から公開しましたガンダムククルスドアンの島っていうね公開しました。はい、でね劇場を行って、まだ見てはないんですけれども、ちょっと用事があってね、はい、近くの公開劇場のとこ行きまして、グッズ売り場でね購入したものがあります。それがこちら、ダン、はい、アクリルキーホルダーコレクションククルスドアンの島全8種ということでね、こちらを3つ購入しました。はい、でねこれ合わせて7つを開封しようと思うんですけど、このねガンダムコンバージのねこのウェポンパック、このオプションパーツセットだった、オプションパーツセット、こちらはね、開封はしないです。はい、こちら購入しましたけど、これはただコレクションとして購入したんで、これは開封せずに、本体であるこの3体とこちらのブラインドボックスこの3体をね開封していきたいと思います。では早速ねどうしようかな、コンバージからいきましょうか。はいはい、ガンダムコンバージのね最初、こちらのパラスアテネ、こちらをね開封しました。はい、でね一応袋を開けはこういう感じですね。台座が大きいですね。台座に、こういう感じでパーツが入っていて、で本体にガム、なぜかねガムいつもね別で入っているのに、こちらね一緒に入ってますね。これがプラスってやつですかこれ、なんで中入っちゃってんだろうね。まあいっか、とりあえず組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう、パラスアテネ、こちらバーン、いやすっげえいいカラーリング、緑、すごい綺麗な緑、いいねこれ。いやここまで綺麗な緑久しぶりに見たわでセンターにね黄色いラインが入ってますね。いやパラスアテネ久しぶりに見たなこの機体。いやめっちゃこれなんだっけ、ダブルゼータだっけ出てきたの、これダブルゼータだよね。ダブルゼータの出てくる機体、いやすっげえよくできてる。プラスってだけあって、なんかよりなんか精巧に作られてるように見えるな。気のせいでしょうか。いやこれすごいな、出来がいい、かっこいいわ。はい、いやこれはいい。はい、で続いてはねこちら、はい、百式怪、こちらをね
開封していきたいと思います。百式会はこんな感じで入ってましたね。台座と一緒ですね。今度ね、台座と一緒にガムが入っている。はい、で本体がこんな感じですね。はい、では組み立てちゃいたいと思います。はい、百式会組み立て終わりました。こちらです。ダン。いや、めっちゃんこかっこよくない、この機体。百式会フルアーマーですけれどもね。いや、めちゃくちゃかっこいい、これ。いや、これは確かにボリューム的にもね、いつもの価格では出せないのかな。いや、めちゃくちゃすごいね、これね。金ピカピンだしね、この青の配色とかね、赤とかね、絶妙なバランス。いや、素晴らしい。ただね、なんだろうね、手がね、一個ないの。あれ、なんかね、開けるとき飛ばしたかなと思ってね、探したんだけど、どこにもないんだよね。で、なんかもうすでに手に持った瞬間からなかったんで、あれ、欠品？欠品の可能性もあるんで、まあ、ちょっとね、これだけね、いや、このね、ライフル持たせたいのにね、手がないんですよ。手がないもんだから持たせらんなくて、どうしようもないんだよな。これはサポセンかな、久しぶりに。ちょっとね、もう一回探してなかったらね、もうこれサポセンに問い合わせます。はい。でもこれすげえかっこいい。見てこの顔。めちゃくちゃかっこいい。カメラアイのところとかすっげえかっこいいわ、これ。でね、ちゃんとここにね、細かく100回って書いてある。100回。いや、これは素晴らしい。いやー、マジでちょっと手で出てきてくんねえかな。いや、俺がなくしたんかな。最初から入ってなかったのかな。探してなかったら本当にちょっと問い合わせよう。はい。はい。ではね、続いてはこちら。アトラスガンダム。はい。こちらはね、ガンダムのサンダーボルトっていうやつですね。劇場版のサンダーボルトに出てくる機体。はい。イオ・フレミングスが乗る機体ですね。はい。ではこちら、開封します。中身はね、こういう感じですね。まずガム。で、こちらアンテナですね。で、こちらがアーム、サブアームみたいな。はい。で、ライフル。で、こちらが台座に、このね、物々しいパーツ。で、本体。いやー、ボリューミーだね。はい。では、組み立てます。分かってるよ。だから、世界に人の心の光を見せなきゃならないんだろう。はい。組み立て終わりました。見ていきましょう。こちら。はい。すっごいボリュームあるんですけれども、サブレック、サブレックって言うんだっけ？そうね、サブレック。これね、位置これで合ってんのかな？めっちゃはみ出してんだけどな。いや、でもこれ、でもこんな感じだったような気がすんな、劇場も。まあこれはね、なんかいろいろこうね、組み替えることができるんですよね、これね。動かすことができるんで、まあ、特にこれといってね、まあ、好みだと思うんですけれどもね。ただね、いかんせん皆さんね、またですよ、またことが起こりました。見てください、顔がひん曲がってんですよ。やりやがったな、また。ちょっと待って、これはちょっとどうしようかな。サポセン電話しようかな。顔ひん曲がってるな。ちょっとこれかっこ悪くない？正直ちょっとこれショックだなぁ。なんかかっこ悪い。ちょっとこの百式会のね、これのね、手首も見つからないしね、やっぱりこれはなんだろうな、不具合品が多いのかな。
いや惜しいな、ちょっとこれどうしようかな考えちゃうな。ちょっとねどうするかは後で考えて決めます。はい、とりあえずこんな感じ。はいはい、いよいよねこちらの動画のメイン、まあ、やっぱりブラインドだよね。ブラインドがやっぱりね見ている方も、ドキドキワクワクできるんじゃないかと思います。はい、こちらをね開封していきたいと思います。まあ、全8種なんでこの中なんですけれども、一応自分が出てほしいのは、まあ、ガンダム、サーク、アムロ、ハロこの4つ狙いで、でまあそのいい、それでもいいかなって妥協点で言えるのはセイラさん、はい、だから5点かな。はい、これ狙いでいきたいと思います。一番狙いはとにかくガンダム。はい、では狙ってはいけないか、はい、開封していきましょう。はい、ではいきます。1個目、どういう感じで入ってるんだろう、これか。はい、ではいきます。せーの、あ、アムロだ。よし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 、アムロ、ちょっとピントが合わない。はい、アムロ、やったぜアムロ、ニュータイプアムロ。はい、とりあえずアムロゲッツ。ここになんかマークあると思ったらメーカーのロゴでしたね。はい、アームロ、はい、ではいきます。4つじゃねえわ、2つ目いきます。せーの、あー、ブライトさんか、アムロ2連ちゃんかと思った。はいはい、ブライトさん、すげえ凛々しい。はい、ブライト艦長。はい、ラストパックいきます。これちょっと頼む、ガンダムかザク、モビルスーツ出てほしいね。いきます、せーの、ガンダム、一押しガンダム来た。これやったぜ、ガンダムかっこいい、めっちゃかっこいい。やったガンダム、報われましたね。しかもガンダムとアムロいい、最高。はい、ってな感じでね、今回の開封劇は以上になります。いやちょっとねマジどうしようかな、サポ線に電話しますもんいややっぱりね100式回ね手パーツないわ、多分最初から入ってなかった可能性がある、これ。だからどっちにしろサポ線電話するんだったらアトラスもちょっと追加で交換しましょうはい、という感じでね今回の動画は以上になります。ぜひね、この機会にチャンネル登録またの方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。